ペレシュ城はルーマニア中部シナヤにあるドイツルネッサンス様式の城。王室の夏の離宮として初代国王カロル一世により建設された。ルーマニアで最も壮麗な城とされ、部屋数は160以上ある。1875年から39年もの歳月をかけて造営され、1914年に完成した。巨額の建設費を投じての豪華な離宮建設に、 国民からは不満の声も上がったという。カロル一世は、この城の完成から数ヶ月後に放御した。現在、旧ルーマニア王室に所有権が認められているが、旧王家の遺構によって、博物館として公開されており、絵画、絨毯、武器や甲冑、イマリや木を含む陶器などのコレクションがあり、また城自体にも、グスタフ・クリムトの装飾画や木彫り装飾などが美しく、施されている。 abcd, ルーマニア国王が建てた夏の離宮は、あまりの豪華さゆえ国民の演奏の的に、クレア、https コロンスラッシュスラッシュクレア .bunshun.jp スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ206852021年8月15日閲覧。ウィキメディアコモンズには、ペレシュ上に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。